ね、あるあるある、これね、バグってます。あと、僕じゃん。右方向です。6.3 です。はい。はい、失礼します。はい、切っていきましょう。軽く煽ってください。OK です。肩ライダー。次手上がってるんで。ああ、なるほど。あれもっとクラッチで振ってる時間を短くして、この間にシフト入れるっていう、まあ、素早くっていうのをやっていったら、うん、ストレートが速くなる。30分2本の走行となります。いつもと違って2本目はあの各クラスのスイミング走行。ありがとうございます。おはようございます。週末雨降ります。雨降ってからどうするのかって考えるのか、時間を作ってその前に雨降る準備をするのか、これものすごく分かりやすいです。まあ、雨は分かりやすいですけども、作業も全部あの昨日からずっと言ってることですけど、そういうことです。では、お願いいたします。お願いします。あ、やばい。そこは。あんまり自信がないんです。
基本パワープレイなんで。感じだったんで。
がだいたい9度の路面が15度ぐらい、ちょっと上がってくる、温度上がってくると思うんですけど、で、衣装の際で気づいてか分かるかも分かるんですけど、ここからもう走ってる最中とかでそういう違和感とかなんかあれば全然戻ってきてもらっても大丈夫です。基本的には走り続けていただく形で行きたいと思います。タイヤは、昨日の玉で別のチュープルになってます、はい、昨日のことを忘れずに忘れちゃったよ
水木金と、3日間やってきたんですけど、まあ、徐々にみんなの動きも効率的にはなってきてるとは思うんですけど、助かります。はい、今日どうもありがとうございました。明日もよろしくお願いします。お願いします。